いや本当そうですよ。直前期というかもう今週末、うん、こっちも緊張してくる。本当ですか。わかる。どうしようどうしようみたいな、みんななってるから受験生の方とかも、うん、で、あの簡単に頑張れとか言えないし。本当ですか。うん、あのほら、いや頑張ってるよってなるじゃん。確かに確かに、うん、あの頑張ってるの分かってるから言えないし、あの言ってくださいって言われたら言うけど、うん、自ら言えない。あのツイッターとかでもいいねで頑張って、あのいいねで応援の気持ちを表すやつですね。そうなんです。いや今ねもう直前期だからとにかくね、はい、以前も話しましたけど模試とか解いてる感じで、でも、ね、ちょっと気になったのが、うん、まあ、やっぱり私割と解く速度は速い方なので、うん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 、行政書士ではないですけど銘柄年中同じような歌詞、はい、選択じゃないけど一問一答の、はい、一問一答四したく一式かな、うん、はい、やつとかね結構解いてますから、うんうんうん、割とそれは早いんですよ、うん、時間配分がちょっとよくわからなくて、うん、え受けたことないからあれなんですけど3時間ですよね。はい、一回も外に出たりとかできない。あ、できますよ。あの挙手して、お手洗いに。休憩みたいな感じではない。ないですね。みんな行くんですか。あの行く計画してる人は行ってます。私は行きました。あの模試の中でも1回お手洗い行く時間をこう終わったら行くっていうのを決めてて、息抜きでみたいな。そうですそうです。そうでした。いや、あの無理にやらない方がいいと思います。そのいや本当に時間が余ってリフレッシュしたいとか、あの例えば私がやってたパターンだと、あの一応全体を見て解ける問題は解いて記述をどう組み立てようかなと思った時にお手洗いに立つ。でこう歩きながら、そう、どうしようかな、どうしようかなって、あの感じってどんなだったかなとかって、あの この辺に感じしね。そう、あ、なんか引っかかったよってこれ本当になんか夫とかにめっちゃ笑われたんですけど、いやすごいですよ。で、ちなみにこれはこのね可愛い付箋は、うん、あの、うん、宅建の友継先生が出してらっしゃるレックの、うん、トリセツ、うん、トリセツの付録のやつ。え、かわいい。とんでもない量うちにあるから買ってかな。そう、毎年ね大学の授業とかで使うと、うん、それが溜まってくるのがあったからそれに書いてるんですけど、一番お前やばいだろって言われたのは、あの基礎、うん、基礎はさすがにあなたは仕事で書いてるんじゃないですかって言われて、書いてますよって、うん、書いてるんですけど、うん、ピンってピンってしてるやつあるじゃないですか、うん、をあの雑に書くと、うん、なんかちゃんとピッてやってるかどうかって微妙な見え方してる。あー、なるほどね。のと、うん、ふと思い出の速球校が、うん、ちょっと書けないかも。速球、うんうん、確かに。でも速球校って書かせるものあるかな。ないかな。なんかあの取り消し、うん、と撤回、うん、取り消しと撤回確かにあれだけど、撤回の方が言ってくる感じ、うん、あ、将来以降だとか。確かに撤回の方が出るかな。一応この取り、あの本当、うん、一瞬で出せるように取り消しと撤回は、うん、そう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 、ピッて、ピッて、うん、そう、そう、一応この辺も覚えて、うんうんうん、歌詞はさすがに今書ける。仕事でね、うん、宅建で出てくる。そうですね。でもそれでいくと、うん、その、まあ、記述とかを私今問いの1から順にバーって解いてるんですよ、うんうん、でも横溝先生のブログ見たら、うん、あの15時終わってから文章どっか行くとちょっとそれやばいみたいな。 あれは完全にあの初学者向けに言ってて、多分あかねさんはそんなに気にしなくても、うん、え、あのむしろ記述とか一旦置いといて一般知識から攻め込んだ方がいいとかあります？うん、私はね一般知識先にやってましたね。あ、じゃあ問い40、あ、さっきの記述と一般知識でいうと、あ、一般知識先にやってました。先に終わらせて、
って、うん、で次記述でラストみたいな。そうです。それ記述最後にした方がいいかも。うん、まあ、チラッとは見ますけどね。チラッと見てメモ程度にはさって書くけど。いや私チラ見してあのこれは無理みたいになったら、うん。いやそれで、それで、あの一番落ちちゃダメだよ。そう記述の、うん、民法はちょっと食らいつけるんですけど、行政法。なんか一回ちょっと深呼吸して飛ばす。でも記述じゃなくて180分いくように頑張ればいいですもんね。そう、民法で満点取ればいいじゃないですか。民法で満点取る。民法はなんか狙えそうな気はするんですよ、ね。ちょっとわからないけど。ってことは、じゃあ私一応あの初めての受験なんですけど、はい、まあ、普通に問いの1からバーッと進めていって43の多種選択まで終わらす。記述、まあ、最初に見てるけど見て一般知識を終わらせて、で最後余った時間で記述を見たと思います。いやそう時間配分だね。そう、いやでもまあ本当にここの時間までになんとか終わらしとくみたいな感じの方がいいかもしれない。あかねさんの場合は決めといて、確かに、うん、え、ちなみにそもそもなんですけど、はい、え何時からスタートの13時の16時終わり。あ、そう、ああ、はい、あ、もうなんか卓球は15時終わりなので、あの私は逆に変な感じでした、うん、もう卓球かみたいな。そう、あ、おいそうな、いや大体ほらあのもう小走りで中野に行くか台東速報会行くかみたいな感じだから持って帰んないといけないから。そうなのかな。あの1時間ちょっとよあの多いですね。多いのでなんか座ってらんないかも、もぞもぞしてて。その3時間も座ってたことない。あ、じゃあまあ取り切って、うん、記述前に取り切っていこうかな。うん、ね、そうそう、さんの作戦通り。うん、そう、それはいいと思う。あ、気分転換になって、あれかなって手挙げたら、スーって試験監督の人来てくださって、うん、そこにお手洗い休憩行きたいですって言うんですか。うん、お手洗い行きたいですって言ったら、じゃあ分かりましたって言って、あの、例えばね、ハンカチとか言うと思うんで、あの、ハンカチや、あ、入ってるんで取ってもいいですかみたいな。それから、机の上に置いといてもいいので、で、持って、持って、持って、あの、誘導される。その作戦でいきます。問い1から問い23、飛ばして一般、最後記述、ぜひぜひぜひ頑張ろう。そう、あの15時うんぬんって言ってるのは本当に初学者の人で、3時間60問にその、まあ、模試でいろいろやってみたけど迷ってますっていう人向け。時間はね、1時間くらいあるすよ。素晴らしい。いやでも、うん、ゆっくり見直しして、そう、ゆっくりやろう。全部に図書くくらいの感じでやって、ぜひぜひ。ということで頑張ります。はい、頑張りましょう、ということで以上です。バイバーイ。